アバディーニョ、または、アバディアーノは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。公式名は、バスク語名のアボデノ。アバディーニョから見た、ウルキオラ自然公園ビスカヤ県の県とビルバオからの、距離は 35km。面積は36.06平方キロメートルであり、2014年、の人口は7504人。オリジナルの名称は、アバディアーノセラジェタだった。 アバディーニョは N-636 号線沿いに一致しており、ビスカヤ県東部の中心都市であるドゥランゴから数キロ南東にある。アバディーニョも含めてドゥランゴを中心とする自治体はイバイサバル川とウルキオラ川によって形成された幅の広い谷にあり、谷底では畜産業が行われている。自治体の南側にはアンボト山などがある、ウルキオラ山地がある。 山麓の低氷高部は多く、ブナ、松などの自然林に覆われ、高氷高部は峡谷、崖、洞窟などを有する石灰岩のピークとなっている。ウルキオラ山地はバスク神話の舞台であり、ウルキオラ自然公園に含まれている。祭礼でのイクリニャとアバディーニョバタアバディーニョの町には何棟もの歴史的建造物がある。 9世紀から16世紀にかけて建設されたムンチャラッツの塔はルネサンス建築の恒例である。ウルキオラ自然公園内にはサンアントニオ聖堂という教会がある。アストラ小園領市邸宅はドゥランゴ地域の政治、行政の中心地の一つだった。1576年にメリンダがアストラ邸を買い上げ、裁判所カスティーラ王国から派遣された代理人の住居、 監獄公文書保管書などとして使用した。ゲデリアが複合施設は街を見下ろす丘の上にあり、サンサルバドールの礼拝堂が含まれている。この礼拝堂は中世の地いのチャペルであり、ドゥランゴダニのメリンダ当局の議会が開催された。12席の石像の座席が半円形に配置されており、 その近くには1633年まで遡るルネサンス様式とコシック様式のサガンの十字架がある。アバディーニョの街の近くにはハイキングコース、マウンテンバイクコース、乗馬体験施設がある。アバディーニョで最も重要な祭礼は、街の守護聖人であるサンタドミンゴの祭礼である。この祭礼は5月12日に行われ、続く何日間かには、 音楽や踊りなどの行事が行われる。サンブラスの祭礼は2月3日であり、畜産市も行われる。ウルキオラ山地のサンアントニオ聖堂では6月13日頃に、サンアントニオの祭礼が行われる。ありがとうございます。